14時30分の1公開です、はい、彼らねどこか順調に南下しておりまして、もう東京間近で宇都宮まで来てる。多分この辺り一番今日本最速の区間ですよ、あいつらより早くは走れません。今乗ってる時はこれなんですよね。14時20分に新潟出発するの。で、あわよくば俺らはもう東京とか行きたいわけやんか、ただこれ2時間ルールなんですよ。超えるね、2時間ね。もう一回改めておさらいすると、新幹線一区間で乗ったらその降りた駅で1時間待機しないといけない、まず、でそのプラス2時間までしか乗れないんですよ。となると僕これ乗れたんっていうのが埼玉県大宮になっちゃうな。大宮か。なんでかっつったら上野は2時間3分になるんですよ、乗車時間。あら、ちょっと超えた。そうなんですよ。だからこれオギエモーバーになっちゃうんで、大宮で降りるしかないんよ。大宮か。で俺1個乗ってから思ったんやけど、嫌な予感があって、はい、宇都宮やろあいつら、てっきりこういい感じになるかなと思ったんやけど、この感じ向こうがもし勘が良くて、いや絶対大宮までしか行けへんわけやんこれ、そこ張られたらちょっとしんどいな。確かっていうしんどい。ただまあ最悪俺たちは新幹線降りて1時間待機なくせるカードをさっき手に入れてますんで、はい、ステルスカード持ってるんでね、最悪それ使う、最悪それ使うっていうので、まあ、あれや、あれ発動しちゃう。やっとこか。あれちょっともう4日間で5日使わなあかんなと思ったけど、ちょっと必殺奥義で、それでもダメならカード使おう、それしかないんじゃん。頑張ります。窮地に追い込まれてしまった逃走者チームであったが、西園寺にはある秘策があるというが、西園寺の考えるあれとは一体何なのか。お乗り換えください。上越新幹線の時325号新潟駅15時5分。着いた、長かったな。長かったな。ということで大宮なんですけど、なんで大宮かっていうとですね、さっき30分の時に位置情報見て、あいつら新潟から新幹線乗ったんですよ。大体乗る電車が変わるじゃないですか。それで計算したら大宮で降りないとダメだと、2時間制限があるんで大宮で降りないといけないなってところで、僕ら大宮でここで降って降りてきたところを捕まえようと思います。で、いつぐらいに着くその新幹線。着く時間がだいたいね、4時ぐらい。1時間後ぐらいから着きます。 OK、 もうちょっとお腹すいたら昼ご飯でも食べようか。確かに飯食おうか。ちょっと遅いけど飯食おうか。鬼チームに完全に動きを読まれてしまった逃走者チーム、果たしてこの局面をどう乗り越えるか。はい、ということで、はい、高崎を出発しました。で、嫌な予感的中でして、さっきから一応見てるんですけど、15時と15時半見たらもうどっちの時点でも大宮から彼ら動いてないんです。じゃあもう大宮や。あいつらね、僕たちが大宮までしか行けないことを見抜いてます。勝ってるな。これに関しては正直ちょっとそうするしか僕たちもないやんか。大阪行ったらバレるやん、飛行機乗る時点でも先回りされると思う、はい、ちょっともうできない、はい、で飛行機で東京に行くこともできないでしょ、はい、かといって何もしなかったら20時までに行けないんで、なんかアクションを起こさないといけないっていう状況なんですよ。なんでもうこれちょっと仕方ないですけど、やりたくなかったですけどね、長期説対決でございますね。もうついに来たね、あれ使いましょうか。じゃああれでね、ただちょっと問題は大宮着いたら、これは新幹線乗ったら1時間待機なんで、1時間ね大宮駅付近に留まらないといけない、乗り物に乗れないんですよ。これがちょっとで大丈夫かな、まあ、一応大宮は日本で全国で2番目に乗り入れ路線多いんですよ。あ、だからまあ人数もめっちゃ多いんで、はい、大丈夫だと思うんやけど怖いよね。まああれ使えば大丈夫でしょう。ああリアだ、あとブサイクね。いやー、どこかでやろうと思ってたのよね。逃走者が考えたある作戦というのが助走カモフラージュ作戦だった。今もう埼玉県です。まさに今平野部を走り都心に近づいていくというそんなところなんですが、どう。いやーちょっと待って、ちょっといや撮らないでもらえる。あんた何やってるの。撮らないでもらえるかな。変装作戦ね。ちょっと後ろ向いてごらんなさいよ。あら、ま、マイメモリーじゃないの。違うわこれ、なんだキキララかな。可愛いでしょ。可愛いわ。ちょっとあんたブサイ
いやいや、あなたに言われたくないわ。ただひどいわね。なんでなんでなんで。これはひどいな。なんでなんでかしら。汚いな。私パリジェンヌよ。いや、悲しいわ。もうあれやな、何かをね、捨ててます。まあでもこれやったらもうバレないでしょ。僕たちはどっかで使おうと思ってたんですけど、はい、変装用意してます、はい、ガチガチのね、後ろ姿とちょっと遠くから撮ってみて。いや、わからんな、これはわからんやろ。うん、汚いけどね。これで行けば、最悪あいつらが張ってて一瞬チラッと視界に映ったとしてもね、わからないと思う。確かに。これで、とりあえず巻きます。巻きましょう。はい、頑張りましょう。頑張ろう。なんか、いやね、これ早く脱ぎたいわ。いや、何を言ってるの。今はもう自由の時代よ。早く脱ぎたいわ、これ。自分がしたい格好すればいいんですから。大宮到着です。いや、決戦の舞台です。あ、決戦の舞台だわね。いや、いいわ、いいな。これ乗ってるな、これやんな。調べたけど、確かこれやったはず。とりあえずホームで待ってみようか。思わぬ事故の原因となりますので。16時なんですけど、もう来ます。あと4分ぐらいで来るかマジで。ここさ、あれや、階段2つあるやん、これ。うん、だからとりあえず2点分かるよ。こっから向こうみんな多分無理やから。オッケー、分かりました。ただこっちとこっち行ってもらっていい？オッケー、じゃあこっち行こう。ちゃう。いや、でもあいつらアホやな。飛んで火にいる夏の虫。ほんまそれ。だって俺らここにいるのにわざわざここに来るしかないからな。あいつらかわいそうにな。これで捕まえます。いや、鬼ごっこ早かったな。もうそろそろ食えるな、これ。よし、じゃあ、行ってくる。いいよ。とりあえず、大宮で巻く。おー、鉄道博物館、鉄道博物館。おー、ね、綺麗。来たね。金髪。例の場所に行きますか。あの場所しかないね。直行しましょう。はい。あんま見られたくないけど。そうね。大丈夫。大してね、他の人のことなんか誰も気にしてないです。もうここで会った人は二度と会わんから。自信持って行きましょう。自信持って。自信持ってね。逃走者の乗る新幹線が鬼の待つ大宮駅に到着。ここから恐怖の接近戦が幕を開ける。やばい、着いた。3人ホルモンやと思ってたで。いや、おらん。そう。なんでどこ行ったん、マジで。え、どういうこと。マジでわからん。おらんかったんやろ。おらんかった。こっちもおらんかった。なあ。